どう？ゆゆこ、気になることってわかった？うむ、大体は。気になっていたのは、私たちの法的な扱いについてなのだ。うわ、ややこしい話きた。横やり入れないの。私たちコールドスリープで地球に残された人類は特殊な存在だろ。普通に生活していた頃とも、宇宙に移住した今の地球人たちとも違う方で管理されているのではと思ってな。つまり最悪の場合、私たちは人権らしい人権が全て剥奪された存在だったかもしれないのだ。例えば指定地域から出た途端に射殺されるというようなね。うわ、いかにも最悪っぽいな。それで実際にそうだったの？いや、大丈夫だった。驚かせてすまない。私たちは現行法、私たちの感覚からすると500年先の未来である今の法律と、そして私たちの時代にあった法律の両方における基本的人権が保障されているらしい。現行法もまあなかなかややこしい法律の文章なので、読み解きにいささか自信はないが、そうおかしなことにはなっていないようだ。宇宙にいる彼らに私たちを支配し言動を制限するような権利はない。私たちはこの秋葉原から自由に出ることができる。お、いいじゃん。まずスパッとそれを言ってくれよな。まったく話が分かりづらいだろ。ちょっと難しかったけど、私はギリ分かったよ。ってことは、そんじゃあ心置きなくみんなで旅行に行けるってことね。やったー、わっしょーい。万歳じゃないのかね、かずみさん。ばっか、ゆゆ、お祭りテンションだよ、お祭りテンション。まあ、ってこと、うちら自由にやって別に大丈夫みたいだしさ。2週間後に来るっつ宣言隊？宣言隊ね。そうそう、その宣言隊にしてもさ、その後で戻ってくる残りの人間にしてもさ、そいつらとは合流したくなった時に合流すればいいんじゃないか。カズミったらなかなか大胆だね。でも乗ってきた。合流したくなった時にか。ふむ、案外そんなものでいいのかもしれないな。いいんじゃないかな、私も賛成。なんだか後ろめたい気もするけど。なんだよ、旅行しようって最初に言い出したのはイサナだろ。そうなんだけど、改めて考えると逃亡ってことよね、なんて思えてきちゃって。うんうん、しょうがないな。そうやって気持ちがフラフラしちゃうのがイサナだもんな。いや、もう抱きつかないでったら。いいじゃん、バックれちまおうぜ。ぷかー、エリナがエアータバコを。こら、いつそんなこと覚えたの。エリナ様がグレてしまわれた。秋葉原にはもう草一本残るまい。ますます新天地を求めて旅立たねばな。よーし、じゃあ旅の準備だ。何すればいいかな。まずはお弁当でしょ。それに着替えとかあると便利な身の回り品。つーか、まずどのルートから出てどっちの方に行くかだよな。ホテルに戻って計画を立てようか。おやつ付きでよろー。よろー。もうこれなんすかね、なんか普通に延長戦延長戦の流れがすごいんだけど、どうなるん。
えば、この紙巻きどうしよう。ああ、結構余っちゃったよね。この生活終わるんだったら、いらなくなるよな、これ。ちょっと作りすぎたか。うん、少しもったいないな。せっかくだから、大きめのキャンプファイヤーにでも使う？あ、いいな！川辺ででっかいキャンプパーティー！わあ、楽しそう！もしくは、どうにかしてお風呂を沸かす。うん、それも良いな。何にしても、せっかく作ったんだから使っちゃいたいよね。そうね。まあでも、今日明日のうちにもう使わなくなるってわけでもないから、ゆっくり考えましょう。あ、そうだよね。うっかり全部使っちゃって、またシャワーからお湯出せなくなったら困る。冷水シャワーの洗礼じゃん。やだよ。さてと、ホテルに戻って計画を練ろうということなんで、戻ればいいのかなと思うので戻りましょうか。普通にここ降りて、ここで大丈夫っすね。さて、どこ行く？どこへ行くにしても、陸路はなさそうなのよね。やっぱそうだよな。いずれにしたって、旅行の荷物持って延々と掘って、うちなら結構行けるかもだけど、みんなにはきついかもだしな。自信ないよ。では、川の方面しかないな。泳いでくわけないね。歩きより難易度爆増だし。いかだでも作る？お？っていうかさ、あったじゃん船。あ、そうだそうだ、あの倉庫のやつだよね。そうそう、屋形船みたいなやつな。どうにもできんと思ってたけど、この際だし、気合い入れてあいつ改造しちゃおうぜ。船旅とかロマンですな。私たちにお似合いの旅行になりそうじゃないか。でもちょっと不安ね。大丈夫かしら。大丈夫、なんたってうちらにはうちらがついてる。そうね、そうよね、わかったわ。安心する。船に積み込むんだったら荷物は結構持っていけるよね。保存食とか作ろうよ。いいね、キャンプっぽさ出る。じゃあそれは私とゆゆちゃんにお任せですよ。魚とか肉とかさばいて燻製でも作ればいいよね。うむ、日持ちといえばやはりそれだな。あとは蜂蜜を取って豆をいったり大根干したりしてもいいか。私は予備の着替えでも作ろうかしら。あ、包丁くらいは欲しいわ。代用品を用意するのが大変そうだし。でもホテルのを勝手に持って行っちゃダメよね。いいんじゃない、そんくらい。でも確かに泥棒になっちゃいそうだな。このホテルにも人が帰ってくるんだろうし。指名手配になっちゃう可能性。そこまではいかないだろうが、変な弱みを作りたくないのは事実だな。それもそっか。あ、うちら一応財布あるじゃん。どうせお札とか使わなかったしさ、それを代金として全部置いてけばいい。包丁代としては多いんじゃない？まあしかし、今の物価もわからないしな。1円なの1銭なのが物の値段として成立していた昔を考えると、500年後の今など
むしろ私たちの全財産を集めても包丁一本買えない可能性すら。全部置いてくっていう心意気を買ってもらうんだ。お代はお気持ちでってやつ。払う方が言うことじゃないけど、この際仕方ないわよね。で、とりあえず食い物はエリ&ユユ、身の回りはイサナで、手が空いてるのは強化だな。よし、うちの船改造を手伝え。了解です、カズミコーチ。2週間のうちに出発しないといけないし、みんな頑張りましょう。キリキリ行きましょうぞ。私たちの時短力の見せ所であるな。いろいろと大丈夫なんかこの流れ。ほんじゃ保存食作り始めよっか。いつものとこから本も取ってきたし。うむ、丸いもは日持ちするだろうからそのまま積んでいくとして、天気の良いうちに干し大根あたりを作ってしまおうか。大根ってよく丸ごと干してあるイメージあるけど、カズミンが育ててるのって巨大だよね。なので薄切りや細切りにして並べて干すのだ。持ち運びも楽になるし。ラジャーラジャー。さて、みんなも一気に忙しくなったし、私の仕事も増えるわね。旅行の準備中のお弁当も作った方がいいわよね。みんな力仕事が多いはずだから、お肉を多めにして、あとは甘いものもいるわね。エネルギーになるし。甘いものが嫌いなゆゆ子の分は代わりに付け合わせを一品増やして。ここもよし、こっちもよし。よっしゃ、大丈夫だな。船底に穴とかは開いてない。よかった。穴が開いてたら修理しても不安だもんね。だな。さて、そんじゃ改造をどうするか考えるか。船ってやっぱりみんなでオールで漕ぐのかな。いや、見てくれよ、ここ。これソーラー発電が乗ってるみたいなんだ。こっちのモーターにつながってる。今は線が切れてるけどな。ソーラーエンジン。うむ、けどほら、こっちにオールの取り付け場所が何本分も残ってるだろ。だからこのモーターに全任せってわけにはいかないっぽいな。あくまで補助用のモーターだと思う。ただ、全部人力よりは絶対楽だ。だから、まずこの電線を新しく付け替える。了解。じゃあ、部品探しに行こう。無線屋さんにあるかな。はいはい、これで並べ終わりっと。結局ドライトマトも作ることにしたら、紅白が綺麗だね。うむ、なかなか良い彩りだ。大根と合わせる赤イコール人参という既成概念を打ち破る光景だ。まあ一緒に食べるわけじゃないけどね。干し野菜はこれでいいとして、あとは魚も干しときたいね。それから肉の燻製か。なかなか忙しいものであるな。食べ物作りでお腹が減りますな。干し魚用の魚釣りながら、イサちゃんが持ってきてくれたお弁当食べよう。うむ、食事はやはり喜びだ。それを考えると保存食も少しでも美味しいものにしたいな。今日の洗濯はよしっと。そうだわ、旅行には石鹸とか洗剤とかそういうものも持っていかないと。でも今から全部荷造りしちゃうと出かけるまでに使う分に困るし。
調味料とかもそうなのよね。最終日に余った分を全部持って行っちゃえばいっか。それより着替えを縫わなくちゃ。シーツの余りとか布がもっとないかしら。線が繋がったのはいいんだが、このモーターなんか弱々しいね。これだけだとだいぶ手漕ぎしなきゃだぜ。もうちょい動力をつまんとな。でも機械のことはこれ以上わかんないよ。バッカ強化、こういう時は自然の力だろ。太陽、水、そしてあとはなんだ？自然の力、あとは、あ、風力。その通り、ほだ、ほを立てるんじゃ。うおー、斧が欲しいですわ。疲労のあまり、上品とソヤが同居しておられる。燻製チップ作るのしんどい。日々魚をいじりまくってるから、手から生臭いの抜ける暇もないし。まあ確かに肉体労働だ。その上道具も不十分であるし、なかなか骨が折れる。しかし肉の燻製は保存食の花、作らぬわけにはいかぬのだよ。それは同意ではありますけど、私の細腕では辛いですよ。カズミンに頼みたい。同感だが、カズミさんは船で手一杯であるからな。まあ足がなきゃそもそも旅行に行けませんからな。あっちが最優先だよね。やれやれ、よっこいしょ。おりゃー。エリナ様、すっかりたくましく頼もしくなられて。あら、お、イサナだ。イサナだ。どうしたの？私たちに用事？ううん、ちょっとね、布を探しに来たの。着替えを縫うのにホテルで見つかる分だけじゃ足りなくて。奇遇だな。うちらも布探しなんだ。船にね、帆を立てようと思って。丈夫な大きい布が欲しいんだ。それでカフェにカーテンとかテーブルクロスとか残ってたよねって。同じこと考えてるのね。それじゃあ一緒に探しましょう。おう。サイズと形を教えてくれたら帆も私が縫いましょうか。本当？助かる。さすがイサナだぜ。弁当も毎日超うまい。私やっぱりなんだかんだでこういう仕事が好きなのね。ん？なんか言った？なんでもないわ。さ、早く済ませましょう。ついでに今日の夕食のリクエストも聞いておこうかしら。うちはステーキでなくてもいいけど肉。私はデザートにプリン。疲労で体が甘いものを欲します。はいはい。よし、オール用の材料はこんなもんか。なんかすごく順調じゃない？やっと着いた。これだけあるとさすがに重い。疲れた。一輪車で運んだんだからちょっとはマシじゃん。まあバランス取りながら運ぶのはめっちゃ重労働だけどな。うん、あちこち支えてフラフラ。しかしまだ休んでる暇はなし。帆作りの設計図はイサナに渡してきたし、あとはこのオールさえ完成すればうちらの仕事は8割方終わったも同然だぞ。だいぶできてきましたね。
もうひと踏ん張りと思って働け。頑張れます、カズミコーチ。そんでどうすればいいの？本当なら木を切り出して削れりゃ一番なんだけどな。ちょっと厳しいからな。広めの板状の門を短くして棒状のものに固定する。とりあえず片っ端から拾ってきた中からこの物干し竿と、これってなんだろうな。あ、カラーボックスの破片？おお、なるほどな。そんでこっちは折りたたみテーブルかなんかか。一応素材そのものがボロくなったりはしてない感じのもんばっか持ってきたから強度は大丈夫だと思うけど、まあとにかくこの辺とこの辺をワイヤーでぐるぐるに固定だ。しっかりやんないと外れるから気を抜くな。了解です、カズミコーチ。イサちゃん、お味はどうだい？うん、いいわ、どれも美味しくできてる。こっちの燻製肉も魚の干物もドライ野菜も。よかった、イサナさんのお墨付きをもらえば安心であるな。二人ともお疲れ様。これだけ作るのは大変だったでしょう。大変だった。あとは煎り豆を作りたいのだが、今キッチンを借りてもいいだろうか？ええ、大丈夫。私もまだもう少し縫い物をしたいから。それならエリナ様はそちらを手伝ったらどうだろうか？豆の方はこちらでやっておくので。オッケー。それじゃあ隣のリビングで作業することにするわ。手が必要そうなら呼んでね。うむ。これで着替えは全部まとめたわね。調味料はエリナたちが船に積み込みに行ってくれたし、他の生活用品もこっちのこれで全部だし。うん、じゃあ本当にいよいよっていうところまで来てますかね。運ぶのはみんなに手伝ってもらうとして、あとはお弁当だけね。余った食材使い切らなくちゃ。よし。ねえカズミ、尾の向きってこれで大丈夫かな？おお、オッケーオッケー、バッチリだ。それじゃあ。うむ、これでうちらの船完成。パチパチ、イエーイ。やったー、間に合った。いやー、やればできるもんだな。他のみんなの準備も全部終わったみたいだし。積み込みはまだ全部じゃないけどね、私たちも手伝いに行かないと。だな。あ、どうしたの？忘れてた、お財布。うちもだ。旅行の準備にばっか気ぃ取られてて忘れるとこだった。包丁代っつうかホテルの備品ちょっといただいていきます代な。そもそもカズミンが言い出したくせに。はは。財布は各自カプセルの部屋に置いているのだったか。ええ、使わないもの。じゃあ今のうちにみんな取ってきとこうよ。置いとくのはリビングでいいかな？いいんじゃない。さあ、ということで移動できますね。とはいうものの、この辺調べたらいいんじゃないかなと。お財布、お財布、うん、あった。中確認しとこうかな。あ、そうだった、お母さんに小さい頃もらったお守りずっと入れてたんだ。
これだけは忘れず持っていかなきゃね。そういえば交通安全のお守りだったよね、これ。旅行にちょうどいいかも。船だけど。ありがとう、お母さん。やっぱりみんなもう来てる。京香ちゃん、寄り道でもしてたな。違うの。ちょっと考え事しちゃってて。とにかく、お財布は持ってきました。そんじゃ、全員分テーブルの上に並べとこうぜ。これでいいかしら。ふむ、財布というのも並べてみるとなかなか個性が見えて面白いものだ。あ、そうだ。あのね、あのね、私ちょっと思いついたんだけど。ねえねえ、これで用意するものって全部だよね。船の調整も完璧だぜ。身の回り品は揃えたし、今日のお弁当もできたわ。保存食だってがっつり積んだよ。通信機を積む場所はここでいいだろうか。どれどれ。うん、オッケーオッケー。よーし、それじゃあ旅行準備完了。本当にだからびっくりするぐらい個性出てるな。やっぱりうちらにできんことはないな。私たちはもはや保存食作成のプロですよ。店が開けるね、店。あ、みんな、あれはちゃんと持ってきた？うん、大丈夫。大友さん、まとめて船の隅っこに積んどこう。うむ、ではこれを。はい、よっと。これ、うちの分。そんで私の、と、うん。よし、これで全員分だよ。そう、これで全員分。私たちみんなの家族の日記。探すの苦労したけどね。みんな意外と残してるもんなんだな、日記なんて。もしかしたら私たちのためにわざわざ自分たちのことを書いておいてくれたのかもね。あと、すまないが、これも頼む。ん？なんだ？そのごっつい紙束。これは、あの同人ショップにあった同人誌だ。めぼしい本の読めるページを、片っ端から切り取って持ってきた。本を解体するというのは、かなり抵抗があったのだが、すべて積み込むのは不可能なので、やむを得ず。じゃあ、それ。お役立ち情報山盛りの特別編集マル秘本ってことだね。すごい、無敵っぽい。実際あのお店の本にはものすごく助けられたものね。だなあ、そこがなかったら火も肉も蜂蜜も何もかんも手に入ってたかどうかわかんないもんな。あそこにある本を書いたのは全く見ず知らずの人たちであるが、その人たちの残してくれた知識に私たちは間違いなく救われた。私たちの命の恩人だ。知識と記録は人を救う。だからせっかく残ったこれらを置いていくのは忍びないのだ。うん、そうだね。ビップ待遇でお連れしませんと。よっしゃ、そんじゃみんな乗った乗った。川に落ちないように気をつけろよ。この中で一番落ちそうなのは京香ちゃんだよね。京香ダメよ、絶対に気をつけてね。さすがに平気です。京香さん、だから下手に立つと危ないぞ。わあ、ちょっと、はい、座ります。ねえねえ、こういう時
出発の掛け声ってなんていうのがいいかな。やっぱり出発進行？あれは鉄道用語であるぞ。しかもこの間物の本で読んだが、別に出発の合図ではないらしい。え、そうなの？恥ずかしい。私知らなかったわ。うちも知らなかった。いや、しかしここで大事なのはテンションと勢いとノリだ。一理ありますな。どい。てなわけで、行くぞ。出発。進行。よーそろかつて宇宙に避難した人類がそうしたように、彼女らもまたそこで生きる道を選ばなかった。その選択は世界を捨てることを意味するのではない。これはグレートジャーニー、新しい舞台へ自らの世界をつないでゆくための旅。人は世界に誕生してから瞬く間に地球上へ広がっていった。人として眠り、人として目を覚ました彼女たちも、人であるがゆえに船を漕ぐ。互いに取り合う手の力強さを、私たちは知っている。この旅はこれまでの続き。だから、これからも続く。変わらぬ私たちの、宝物のような日々。さて、人類の皆様へ、まずは通常エンディングの攻略となります。これね、エンディングの後に個人的に調べてみたんですが、どうやらですね、6人目の子はダウンロードコンテンツ要素で2周目から登場するみたいです。なので1周目としてはこのルートで一本道みたいです。あとはですね、結構謎なところもあるままという内容にもなってるので、これもまた調べてみたんですが、どうやらですね、このダウンロードコンテンツの2周目でしっかりと完結するみたいです。で、第8章、正確には第7章のメッセージのところかな、そのあたりから大きくストーリーが分岐していきますので、2週目の動画はね、そこから作っていこうかなと考えております。なのでプレイ感想などもその時にお話していこうかなと考えております。できる範囲で動画もね、コンパクトにしていけたらなと思っておりますので、もうちょっとだけお付き合いいただけましたら嬉しいです。ということで、次回からは6人目のキャラクターを登場させて2週目を攻略していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。